それで様子なんですけども、はい、じゃあちょっとおかけください。まずうんちは今日の夕方までだと41個しました、はい、いい点ですね。でも体重が32だったんですけど、はい、午後から31になっちゃいました。ついさっきも31です。でそのには餌が20、朝 30% 入ってて20、10、10で、そうさっき10だったからもう流動食をちょっと入れました。ゼロじゃないけど、普通ゼロ少し入ってたら入れないんだけど、この子の場合ちょっと長いこと見てるとね、まあ入れたって言っても 0.5cc なんですけどね。だからそれで体重が 1g 増えるとかそこまでは入れられてないんですけど、まあだからなるべく食べてくれれば食べさせていただきたいというとこですね。本当はねレントゲンも撮ろうと思ったんですよそろそろ、でもなんかちょっと調子いまいちだからさ、あんまりいまいちの時レントゲンってこんな格好で抑えなきゃダメだから、あんまり優先はしない方がいいかなと思って、またちょっと調子上がったところで写真を撮りたいんですけどね、すいません。ステロイドが効かなくなったら、はい、この次はないですね、量を増やすしかない。でも低用量で回数を多くしてるから、結局結構な高用量やってることと一緒なんだよね。4回か5回やってるわけだから、だいたいパーキル1ミリぐらいでやってるんですよ。で普通1回なんですよステロイドなんてやると。でもこの子どうも調子悪いから、どうしてもついつい、あの A の薬は何回も飲ませたい薬なんで、でそれと一緒に A だけにしようと思うんだけど、ちょっといまいちだったんで AB 飲ませて、だからさらにこれをもうちょい増やすとなると、やっぱりもっとステロイドの有害事象が出る、ね、出てくる可能性があるからさ、なんとか具体的に皮膚が薄くなるっておっしゃってたんですけど、伺ったんですけど、はい、だってまだ今のところそんな出てないと思います。でまた出るのは2週間4週間以上使ったところですね。そういう皮膚が薄くなるとか、体型がちょっと崩れてお腹が膨らんでくるとか、羽が抜けやすくなるとか、それはもっと長期にわたって使ったところで、で使い始めてすぐ出ることとしては、お水飲むとか、ご飯増える、食べるのが増えるとか、そういうのは割と使い始めるとすぐ24時間から48時間ぐらいで出てくれるんで、まあでもステロイド使ってるというのも確かに私かなり低い量で使ってるんですけどね、スタートがね、でも回数が多いね普通あの1瓶に5ミリの4分の1入ってるんですよ、だから使う方は5ミリ入れちゃいますからね、赤線インクでも。だからその代わり回数が大体1回なんですよ。でもこれだと様子見ながら、まあ回数調節できるかなと思ったんですけど、結局5ミリ入れてるのと同じですね、4回飲んでたらね。すいません。インターネットで、はい、今日肝機能障害インコについて、ええ、見てたんですけど、やっぱりあれですね、好き放題餌を食べさせて、好き放題補強してっていうのがあんまり良くなかった。いや、そう、好き放題餌を食べると全然悪くないですよ。ただ食べてるものが悪かったらいかんけど、だって皮付きのコンゴイでしょ、皮むきだった。あ、そうか、皮むきだったのか、でも皮むきを仮にされた、皮むきのいかん点はですね、1ヶ月過ぎると痛みやすいってことですね。そうすると、まあ痛みやすいのを食べると素の炎とかになりやすい、まあ、最初素の炎がありますもんね、だからそこも要因。もしかしたら、その暖房をガンガンかけて、上に皮むきの餌をあげてたから、もしかしたら痛みだったら、皮むきを食べたからいきなりそれが肝臓にということは直接的にはそう結びつかないと思いますね。やっぱこの子自体にそういう問題を、もともと3歳でしょ、3歳ちょっとだから問題があったんだと思いますけどね。だって知らないで皮むき混合でね、育ってて5歳過ぎてて初めてここでっていう子も結構いますんでね、
でもやっぱり絶対的に向きじゃない方がいいですよね、皮付きの方は。それとあとペレットも食べれた方が絶対いいんですけどね。ペレットとかもしくは避難の時に使うパウダーフード、なかなかこの年齢でペレット食べたことない子にペレット食べようとすると食べないから、あ、今のフードも振りかけてるんですけど、ペレットも一応ちょろっと入っていくと食べないですもんね。だからまあ少しでも栄養を補給するためにはパウダーを皮むくことによって多少は入ってくれるかな。で、流動食でやってるのはそのパウダーフードを液体にしたやつなんですけどね。すいません、ストレイドが反応する肝障害だとさ、なんかでも反応してると思ったんですけどね、使い出してからちょっと、ね、良くなってましたよね。たださ、そこのちょっとここは頑張って本当にもらわなあかんところなんで、すいません。じゃあちょっとまた中でね。